はい、こんにちは。今日はカンテ選手の解体新書というテーマで、カンテ選手の、すごいところを分析していきたいと思います。まあ、前回のね、ロナウド選手の解体新書と同じようにやっていきますので、まだね、そちらを見ていない方はこちら出しておくので見てみてください。まあね、ロナウド選手の動画を見ていただいた人はわかると思うんですけど、あくまでこれはトレーナーの僕から見た視点です。なのでね、足が速いとかシュートもこれがすごいとか、そういう能力的な部分もまあもちろん入ってくるけど、それだけじゃなくて体のことだと思ってください。それではね、早速カンテ選手の、解体新書というテーマでやっていきましょう。はい、まず大前提で、前回のロナウド選手の話でも、初めにしたんですけど、カンテ選手もロナウド選手同様に、この世界のトップアスリートに共通する骨格、僕が考える世界のトップアスリートに共通する骨格っていうのを持ち合わせてます。それについてはこちらの動画を見てください。この骨格を持った上で、その中でもさらに、ズバ抜けてすごい部分っていうのを、今回もね、ロナウド選手の時と同じように2つ説明します。もちろんね、たくさん挙げたらキリがないんですけど、2つ説明したいと思います。はい、それでは1個目説明していきたいと思います。1個目はフィジカルがめちゃめちゃすごいです。まあ見りゃわかるって思うと思うんですけど、このフィジカルを構成する要素ってめっちゃたくさんあると思うんですよ。で、実際にカンテ選手ってこのフィジカルでも何がすごいのっていうのを今から細かく説明していきます。はい、前僕が出した動画でサッカー選手に最も適した体重っていう動画があるんですけど、そちらを見てくれた方はわかると思うんですが、見てない方はこちら見てください。はい、この動画で言ってる内容っていうのは、サッカー選手に適している体脂肪率っていうのは約 10% ぐらいと僕は言ってます。この時は言ってます。はい、10% で、かつ身長マイナス体重が100が一番適した体重だよって言ってます。例で言うと、175センチの選手は体脂肪率 10% で、体重が75キロだと100になりますよね。これが一番適してる、最も適してるよっていう話をしてます。現にね、ロナウド選手っていうのはこれが大体100ぐらいになります。体脂肪率も約まあ 10% とか 9% とかその辺だと僕は思うんですが、はい、なんでロナウド選手は本当にサッカー選手に適した骨格、骨格というか、まあ、体重だよと言えます。で、ロナウド選手がパフォーマンスが高いのは、まあ、皆さんご存知だと思うので、まあ、説明通りかなと思います。そして、まあ、簡単にそこに触れるんですけど、この100という数値がサッカーに適してます。じゃあもっとムキムキで爆発的なスピードを出すアメリカンフットボールとかの選手っていうのは、だいたい90ぐらいが適正っていうか、まあ、チーム平均90ぐらいとされてます。そして、100より上いくと、マラソン選手とかはもっと、細いので、まあ、110、120までは行き過ぎですけど、110以上ぐらいが長距離選手になります。はい、日本のサッカー選手っていうのはだいたい105から110ぐらいだとされてます。なので何が言えるかっていうと、まあ、細いんですよ。100より上に行けば細い、そして持久的、走ることに、長距離を走ることに優れています。そして100より下、90の方に行くとアメフトみたいに爆発的な力とかパワー、スプリントとかを出すのに向いています。現にね、ロナウド選手もサッカーで見ると100だけど、他よりね、他の選手とかより圧倒的にパワーとかスピードとか、その爆発的に力を出すところって強いじゃないですか。なのでね、この100と定義付けてると、思ってください。話を戻しましょう。で、ロナウド選手100って言ったんですけど、実はカンテ選手も100なんですよ。カンテ選手ってロナウド選手みたいに明らかにムキムキって僕は見えないんですけど、結構細いイメージがあります。結構スラッとしてますよね。チェルシーの中でも、まあ、身長がちっちゃいっていうのもあるんですけど、ひときわ目立って大きいっていう風に試合中の、映像とか見てると思ったことがないですが、実はめちゃめちゃムキムキでした。はい、まずこの画像を見てもらうと分かるんですけど、このふくらはぎの血管の出方とか見るとめちゃめちゃ体脂肪率低いです。ロナウド選手はまあ 9% ぐらいかなで100って言ってたんですけど、カンテ選手は多分ね 6% とかそのぐらいめちゃめちゃ体脂肪率低いんですよ。で、それでも100っていうことは何が言えるかっていうと、ロナウド選手よりもまあムキムキです。で、さっきのアメフト、サッカー、持久系、マラソン選手って言ったんですけど、
マラソン選手の方に行けば行くほど体脂肪率は低いです。でアメフトの方に行けば行くほど、体脂肪率はちょっと高くなります。カンテ選手っていうのは体脂肪率で見ると、マラソン選手寄りにいるのに筋肉の量で言うとアメフト寄りにいるんですよ。これが何がすごいかっていうと、ロナウド選手は同じ100でも攻撃的な選手で、スプリントとかジャンプとかそういう爆発的に筋力を出すことに優れているんですが、カンテ選手の、プレースタイルっていうと爆発的に力を出すところっていうのはやっぱり相手との対人ですよね。相手にコンタクトで体をドンって入れて奪うときとか、相手が横にポンって叩いたときに反応するときの爆発的なパワーっていうボールを続くときですよね。こういうところにカンテ選手っていうのはそのパワーの部分が活かされていて、もう一個のこっちの持久系、体脂肪率が低いからマラソン選手寄りの能力があるよって言ったのに関してはもう運動量でです。あれだけ筋肉が大きくてそれだけ走れる、あれだけの運動量を見てもらえば分かるんですけどっていうのがもうとにかくすごいです。他にこんな選手いないよなってぐらい多分走ると思います。でそんな走れる選手なのにめちゃめちゃ筋肉あるっていうのが、まあ、結論です。ロナウド選手ってめちゃめちゃ筋肉あってパワー発揮優れてるけどめちゃめちゃ持久力あるっていうイメージないんですよね。カンテ選手はどっちもできるよっていうことになります。わかりやすく言うとこれが1個目でした。2つ目、重心コントロールです。これが僕がこうカンテ選手の分析をするにあたって動画の中で本当に感じたことでめちゃめちゃ衝撃的にすごいなって思ったのがこの2個目の重心コントロールになります。どんなことかっていうと、まずは、こちらの動画を見てください。カンテ選手と、相手選手チームの、ねチームメイトとの1対1の、シーンなんですが、カンテ選手が攻撃の時っていうのは相手選手っていうのは、まあ、結構揺さぶられてついていけなくて抜けてますよね。でカンテ選手っていうのは、まあ、抜かれてないと。これ何がすごいか、ここから何が読み取れるかっていうと、カンテ選手っていうのはこの重心のコントロールが非常に優れています。人間の重心っていうのはだいたいこの骨盤の真ん中あたりにあるってされてるんですね。立位、立ってる時って骨盤の真ん中あたりに重心があって、その上にね、こういう重い頭とかがあって、足が真下にあることで立つことができるわけじゃないですか。これでね、立位の状態で体こうやって曲げていったら倒れちゃいますよね。これっていうのは重心がこの足、これ四軸底面っていうんですけど、その四軸底面から外に出ちゃうと倒れるわけです。だからディフェンスの選手とかでこうコンタクトに備える選手っていうのは足を開いて四軸底面を広く保って、その中に重心を入れる。そして床、地面に対して重心が近い方が安定するので、こうやって半身の状態と中腰ですよね、こう腰を落として構えるっていうのがこのバランス力を、向上させるためにいい姿勢になるんですよ。はい、これが重心だから、足が揃った状態でボンってコンタクト受けたら倒れちゃうけど、足開いて重心低く保ってコンタクトに備えるっていうのが、これがベーシックじゃないですか。カンテ選手っていうのはそのもう上を行ってます。一個この重心、競技パフォーマンスの中でこの重心コントロールで注力、一個ポイントとして押さえなきゃいけないっていうのは、このさっき言った骨盤の真ん中にある重心だけじゃなくて頭っていうのがあります。人間の頭って重いから、例えばバーって走ってって切り返すときに止まるとき、グッて止まっても頭がグッて前に出てたら重さで止まれないじゃないですか。なので人間っていうのはブワーって止まるときに足を前に出すけど、頭は後ろに置いてグッて止まるわけじゃないですか。これで反対方向に行くわけですよね。この頭っていうのがすごくこう動作している中でのこう競技の中では大事になってきます。現にさっきの1対1のシーン、相手選手、カンテ選手じゃないチームメイトの選手っていうのは抜かれた時って頭がグワンって反対側に入ってもうこっち側に切り替え出てないですよね。はい、ただカンテ選手っていうのはこの抜いてる時だったりディフェンスの時見てもらえば分かると思うんですけど、頭っていうのが本当に動かないんです。常にこの骨盤の真ん中にある人間の重心の真上に頭をガチって固定させていて、
重心と頭、この重いね、頭っていうのが常に同じ関係にあるような動きをしています、はい、これはね、この動画に限らず試合の中で見ててもそうです。カンテ選手っていうのは頭がグラグラ動くことってほとんどないんですよ。常に頭をまっすぐ、この重心の真上に位置させてプレーしています。これがね、なんでできるかっていうと、これはもうインナーマッスルがめちゃくちゃ強いです。カンテ選手はインナーマッスルがめちゃくちゃ強いことによって重心線と一直線に頭を置くことができます。頭っていうのはこの背骨とつながってますよね、はい、背骨とつながってて骨盤までつながってるんですよね。頭がグッと動くと背骨もそれに連なって動いてしまうので、絶対にこう連動して動いてしまって、重心がね、こっち行けばグニョンって動いてっていう風に、この重心がバラバラ動く場面があります。ただカンテ選手みたいにインナーマッスル、背骨を安定させるインナーマッスルをガチって固めておくことによって、常に頭と同じで背骨がこうやって動いてくれるので、重心が変わらないんですよね。頭が動いて背骨のグネって動いて、重心が動き回ってるのを固定させて動くのか、それとも頭と背骨を安定させた状態でピッて動いてピッて動くのかっていうと、カンテ選手のようにね、安定させてる選手の方が速いです。で、カンテ選手のプレースタイルにはこれが合ってるってことなので、まあ忘れないでください。これがね、ネイマール選手みたいなこうくねくね動くような選手だとよくはないので、カンテ選手みたいなプレースタイルだからいいと思ってください。これがね、僕が思ったこのカンテ選手のめちゃめちゃすごいところです。はい、まとめます。1個目、フィジカル、はい、カンテ選手は持久系、マラソン系の、選手のような持久力を持ち合わせている。それは体脂肪率の低さから言えることだけど、局面局面のパワー発揮はアメフト選手ぐらいの大きなパワー発揮ができる筋力があります。それっていうのは相手に対してのコンタクトとか、相手に抜きにかかられた時に揺さぶったボールに対してポンって反応してつつく、このスピードとかになります。2つ目っていうのは重心コントロール。これっていうのは頭と背骨をガチって連動させて動かすことによって、常にね、この揺さぶられた時の頭の影響によるタイムラグっていうのをなくすことができます。なのでね、反応が早いですし、コンタクトにも強いっていう、この2点でね、カンテ選手の解体新書は終わりにしたいと思います。はい、今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、この選手もやってっていうリクエストがあればぜひコメントください。それではね、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。